今日は朝から病院に行ってきました。ちゃんと土日お話し会で喉使うからと思って、お薬がなくなるから事前に行ってきたらね、なんとね、なんとなんと初めて吸入のお薬になったから、まあ初めて使う、人生初の川鳥さん、ランプありがとう。パイナミーさん、花束ありがとう。アレルギーの検査はまだしてない、まだ今日はできなかったです。また今度行かなきゃ。今はもう治りかけの咳が出てるっていうとこって言われました。シェンさん、回復薬ありがとう。まだお昼食べてないの？私今とりあえずヨーグルト食べてみたけどまだです。本当はね、あの前にツイッターで紹介した海鮮丼のめちゃめちゃ安いお店に行きたいなと思ったけど、せっかく今日フューチャー日だしお昼配信でもするかと思って食べに行かなかった。うっかりあんこさん、お疲れ。海鮮丼ツイートしてほしい？食べてないですよ。前にツイートしてしました。結構前に。2月ぐらい。ジュナラゴさん、レインボースターありがとう。ハートありがとう。今日食べに行ってないですよ。ツイートするものない。こんにちは。みんな今日もヤンマガウェブ見てくれましたか？毎日見てください。これね、ボーン、ボン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 。こんにちは。これからパスタ食べに行く。何パスタ？私さ、この前メンバーとパスタ食べに行くって言ったじゃないですか。でちゃんと決めてたんだけど、その日あのお互い休みの日にしようって言って、勝手に何も考えずにさ、この日に空いてるよ、私も空いてるってなって決めたんだけど、よく考えたら G7 サミット中だったから、ちょっとのんきにパスタ食べてたらねねって感じだったから、しかも雨だったんですよ。めっちゃ行けなかったから、また今度パスタ行くことになった。せっかくこの前みんなと配信でメニュー決めたけど、まだ行ってないんです。実は今から昼休憩。お疲れ様。午前中お疲れ様。大阪出張中。おお、いいね。何でもあるね。お好み焼きもたこ焼きも串カツも。新一さん、ハートありがとう。ボンゴレ、ボンゴレって貝のやつ？ボンゴレパスタ。新一さん、ランプありがとう。いや、そうなんですよね。結局サミット中にお好み焼きのイベント終わったしね。でも本当はあの日お好み焼き屋さんも G7 中だからって言ってお休みだったんですよ。この前イベントがあったお好み焼き屋さんなのにお店を開けてくださってたから、ありがたい、ありがたいですね。本当に友達の家でお菓子にお寿司等々たくさん食べる予定。めっちゃいい週末だ。いいな、私も参加したい。弁当のパスタ、あのおかずの下に入ってる系のパスタ、中華風スープパスタ、ラーメンのこと中華風スープパスタっていうの？そりゃいいね。醤油系かな、中華風だった、こってりかな。卵スープとご飯、チーズナン、バターチキンカレー、バターチキンカレー私大好き。
こんにちは。前髪を切ったら幼くなったと言われました。めちゃくちゃ言われる。イベリコ豚と春野菜尽くしの欲張りパスタ。そりゃ欲張りだ。欲張りすぎるな。お話し会用にとあるお菓子を用意した。お話し会用のお菓子ってなんだ。なんだそれは。パスタが多すぎてパスタにハンバーグが出た。ん？どういうこと？パスタに？かわいい。子犬が膝の上で寝たの？かわいい。犬見たい。犬。犬最近触れ合ってない。犬はどこにいますか？あのね、もみじね、会えないよ。スタッフさんの犬のさ、もみじがたまにお話し会とか、あの撮影現場とかに来とったんやけど、もうしばらくね、多分会わないから。犬、最後にもみじに会ったのは11月末とかの PR 舞台のさ、このこれの撮影の時、 LINE スタンプの撮影の時に会ったのが最後。大木さんがお散歩してましたね。昨日のシチューは温め直します。そりゃ美味しいやつだ。 UFO いいね。こんにちは。回転寿司いいね。見たい。犬乗せてくれるの？ワンコワンコ。いいのスーパーでよりよりあったから買ってみた。よりよりあったの？歯に気をつけて。めちゃめちゃ硬いよ。よりより見てパスで思い出してくれたの？嬉しいね。おにぎりとサラダチキンと野菜ジュース。あ、出たサラダチキン出た。始まったサラダチキン生活。ニート犬。いや、犬はもうニートやろ。全部犬はもうそういうもんや。もうグデグデしとるだけでいい。私も将来犬に なろうかな。でも犬になっても大変だよね。犬の世界も大変そうだな。犬ってコンプレックスあったりするんかな。あ、隣の家の犬の方が可愛いとか思ったりするんかな。自分で声ラジのお便り送ってた。思う便り。思う便りが完成したの。またファンレターを待ってますね。オモファンレター楽しみにしとこう。お便り。洋食屋さんでカレーいいな。おしゃれだね、洋食屋さん。マサさん、アイス6個ありがとう。いや、でも犬は窓ガラスに映って自分の顔とか見るかもよ。水たまりとか。それかなんかもっと人間には分かんない悩みがあるかも。鼻がいいから、あ、この家ちょっとこの家の匂い自分に合わんなみたいな。うちの飼い主ちょっと香水強すぎるな、ワンワンワンみたいな、あるかもしれん。ストレスたまるかもしれんじゃん。だって犬ってさ、飼い主が散歩に連れてってくれる時しか外の世界分かんないんでしょ。寂しいね。
え、犬タワマン、でも犬タワマンに住んでも、あ、そっか、景色窓からの、いやでもベランダの、ベランダね、塀が壁で絶対丈夫だから、え、どうなんでしょうね。でも私人間だけどタワマンに住みたいと思ったことはないので、どうなんだろうね。だってさ大変そう、やばい買い物し忘れたと思ったらまた行かんといけんのよ。タワマンって超30何階とかに住んだらさ、あ、やばいコンビニで水買い忘れたって言ったらまた降りて、おとなしく乗っとかんといけんし、途中で開くのエレベーター、え、進む、ちゃんと一回一回止まるんじゃないの、あ、また誰か乗ってくる、あ、また誰か乗ってくる、ふーちゃんの支柱さん、誰もありがとう。ふーさん、ふーさん卒業してもう2年になりますか、もしかして。朝がっつり食べたのでお昼はスイーツだけ。何をがっつり食べたんだ、何を。私今日どうしようかな、クラコンで何かまた履かされたの、なんか履いたかな、収録が確か2ヶ月ぐらい前だったんですよね、あれ全然記憶にない、どうだったかしら。昼食クッキー、もしかしてクッキーモンスターなの、クッキーが主食なの。少なめラーメン2玉、ねね、日本語少なめのラーメンを2玉ってことは普通ぐらいってこと。おもろい、おもろい、あー確かに配達か、そうか、え、クラコンの動画出てるんですか、もしかして。リコちゃんね、朝からね、そう、昨日リコチがキャンキャンのショールームに出てて、見ましたか、めっちゃ可愛かったんですよ。あの今メイク中だよとかの画像とか送ってくれてたんですけどね、完成した姿私もツイッターで見たけどめっちゃ可愛かった。チコリータいいな、東京ミニストップで果実氷食べたい、私も。パセリはお昼はヨーグルト食べました。本当は海鮮丼に行こうと思ったけどちょっともうめんどくさくなっちゃいました。何食べようかな、何がいいと思う。パセの家にあるのはヨーグルト、オートミール、あとはこんにゃくそうめん、卵スープ、おいりおいりだよ、おいなりじゃないよ、おいり、あの丸い、わかる、瀬戸内のさよくソフトクリームに乗ってる香川県のねやつかな。あ、冷凍ほうれん草もあるよ、よく知ってるね。パセリのメールをもう読んでくれているね。それはクラコンの動画見たい、クラコ、うん、STU、 山崎さんハートありがとう。あ、そうだった、私 iPad で Twitter 見れないんだった、無理でした、残念、せっかく電源入れたのに見れませんでした。わーん、残念。今日はね終わらせたい用事が2つほどあって、本当は3つあったんですけど朝から1個クリアしましたのであと2個。わーん、でも眠たい。スケモンさんバラありがとう。
なんで見れないの？え、iPad のツイッターログイン画面だった。自分のアカウント入ってない、何もない画面だった。オイリはね、お母さんがくれました。2月ぐらいに実家に帰ったら、実家のあのテーブルに置いてあって、え、これ何って言ったら、え、あげるよで、なんであるのって、瀬戸内から帰省して長崎帰ったのにさ、超瀬戸内のものが置いてあったから、え、なんでって言ったら、あげるあげるって言われたから、今度ショールームでパフェ作りするときに使おうと思って。バラちゃん、バラありがとう、ハートありがとう。お昼ご飯を食べ終わった。満腹ですか？お腹ポコ太郎ですか？後回しにしまくって今日中に終わらせなきゃいけない用事と一昨日から戦っています。それは大バトルだね。大変。それはさ、もうドラマ化したらどう？バトル。どうしてそうなっちゃったんだろう。でもこれから夏休みが始まったら、そういう人間が世の中にいっぱい出てくるんだ。きっとそうだよ。やばい、夏休みが、宿題が終わってないって言って涙を流す子供たちがわんさかわんさか出てくるんです。こんにちは。いっちゃんハートありがとう。私は夏休み前、夏休みのさ、始まりますよの前に宿題もらうじゃん。その時点で結構進めるタイプなんですよ。で、進めたからちょっと余裕だなと思って、7月中しばらくサボって8月になってまたやり始めてみたいな感じで、やるときに集中してやるタイプだった。学童保育だったからね。学童保育って毎日勉強の時間があるんよ、夏休み中も。平日は学校から帰ってきて4時から5時までとかなんか決まってて、宿題する時間がみんなで、でそれが終わったらみんなでおやつ食べましょうみたいな。夏休みは朝の9時から11時までが、そう、そういう勉強の時間みたいな決まっとるんよね。でお昼みんなで食べまして、で午後はプールとか遊んだりとか、なんかそういう時間をしてお迎え待ちますよみたいなやつだったから、もうするしかないんですよ、学童保育って。亀さん、宝石箱ありがとう。だってね、そう、なんでそんなに7月の夏休み前から宿題をするかっていうと、長崎って8月9日がその平和の学習で登校日なんですね。だからその日に提出するやつがあるの。8月9日までの宿題と8月9日に出る宿題と2個あるの。だから長崎の人ってこう分割されてるんですよ、夏休みが。ここまでに漢字のノートみたいなあるじゃん。なんていうっけあれ、漢字ノート、わかる？いっぱい書くよみたいなやつ、たくさん書いてきてくださいねみたいなやつを提出しなきゃいけないとか決まりがあった。そう、だから、いや、ドリルじゃない、なんかドリルを見て書くやつ、ノートに、百均とかで売ってるさ、あるじゃん、漢字ノートみたいなやつ、それにドリルの何ページから何ページ書きましょうねみたいなやつがあって、そう、提出決まってたんですよ。2回、8月9日と8月の二十何日とかのやつだったね。あとは作文と自由研究とかかな。あ、そう、漢字練習帳、そうそう、あと数学とかね、算数か、算数ドリルみたいなとか
やった記憶がある。あとはプリントだよね。でもさ、先生も大変だよね。先生はさ、夏休み中はいいけど、夏休み前がいろいろ準備しなきゃだし大変ですよね。プール教室ありました。なんかね、夏休み泳ぐのが苦手な人だけプールのなんかそういう会があったよ。ひろっちさん、ランプ、プーさん、姫10個、クワドリさん、ハート、山崎さん、尊い、ジロくん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。夏休みの友、何それ。何ですかそれ。夏休みの友、宿題？初めて聞いた。でも聞いたことある気もする。何それ。みんな今日いっぱいコメントしてくれる。え、先生って夏休み中も仕事なのか。そうか、そうだよね、そりゃそうか、休みではないのか。休みだったら大変だ。怠けちゃうもんね。そうじゃん。まこばやさん、だるまありがとう。ギフト？ギフト見逃しちゃうことがあるんですよ。あ、本当だ、来てる。まこばやさん、ハート。ゆきさん、お断りです。特定の人だから無視してるとかはないですよ。そんなに責めないで。AI じゃないからそんな完璧にできません。大変だね。夏休みの宿題はもう最初と中間にボンボンってやって、もうだってモヤモヤするじゃん。日記とか天気書かなきゃいけないから、計画的に。あ、でもあれ、私ね、バスケ部だったから、小学校の時、小学校の時はあのね、妹のクラスの担任の先生、妹が4つ下にいるんですけど、妹のクラスの担任の先生がバスケ部の先生だったんですよ。だからあの妹のクラスのワックス掛けみたいな、床のそれをバスケ部みんなで やってくださいみたいな言われてやったことがある。手伝ってほしいと言われて、小学校の時ねやりました。あれめんどくさいですよね、机運んでワックスかけて拭いてみたいな。それを先生たちはさ、一人とかでやるわけでしょう。大変。今日夜配信するよ。明日気づいたら3グループのお話し会を買ってた。やばすぎ。そりゃやばい。うだべさん、タコ10個ありがとう。ありがとう。大変よね。え、机のね、あのあるあるなのかな、机のなんかさ、足があるじゃないですか、足のとこに合わせてあのマッキーみたいな油性ペンでこういう形、この U 字の形を書いてある、小学校あるあるかな、私の学校だけかな、床に書いてそこに並べましょうねみたいなやつがあった。あと帰りの会でその並べる時間みたいなあったよ。椅子もあったの？椅子まで指定されるんですか？椅子に書くの？椅子の？椅子はここの位置ですよって。え？それは初めて聞いた。あ、そう、バミリ。そう、バミリあった。書いてあって、手書きのやつ。あれっていいんかな？だってさ、あれってさ、消えるんですか？大丈夫なの？あれ。学校の所有物に、そう。
勝手にね、油性ペンピュアって書いて、あ、消しゴムマジックで消してやるのか。そうか、消してやるのさ。パッ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 、テープか。いやー、テープ、あー、テープのクラスもあったような気もする。確かにあったかもしれん。でもあれ剥がれるよね。え、あれですよね、ビニールテープみたいなやつですよね、黒とか黄色とかの。剥がれた記憶もあるな。消しゴムマジックで消してやるのさ。私の名前はパセちゃんです。 Google ピクセルを使ってます。使ってないけど。クロさんお疲れ。大好きな CM、 やっぱ CM ってすごいよね。そういうさ、なんかあるじゃん、何の CM かわかんないけどリズム感だけ脳みそにこう記憶されてるやつとかあるじゃないですかね。やっぱインパクト重視よね。これからラーミョン食べに行ってくる。何ラーミョン、浦山ラーミョン。ラーミョン、ラーミョン、何時までするか全然決めてない、全く決めてない。喉の調子が悪くなったら終わります。昼配信にする予定なかったんですけど、病院が終わった時間がちょうど11時半とかだったから、お、これは一旦帰って配信しようと思って。味噌ラーミョンと餃子、わー、味噌ラーミョン、うらやましいミョン、うらーミョン。早く終わった。そうなんよ、この前ね月曜日に病院行ったんよ。その時は G7 明けとかだったからめっちゃくちゃ混んでて、そう、私さ病院がオープンする15分前に着いたんよね。でも入っていいか分かんなくて、こうこうやって覗いてたら中にめちゃくちゃ人いて、えって、何時から来てんのって。オープン時間より前にさもうみんな受付済ませてて、その時は7番目だったんですけど、その後もさどん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 人が来て、途中人なんかね断られてました。もう多分そろそろお昼まで呼ばれないと思うのでみたいな言われてた人もいたし、そうめっちゃね混んでたんですよ。 G7 中ができなかったからか分かんないけど、でも今日は全然混んでなかった。30分待ちぐらいでした。でもそれでも待つけどね。新一さんだるまありがとう。私も耳鼻科で働いた時はなんか毎日来るおばあちゃんとかいて、そう毎日通院してるおばあちゃんとかいました。なんかねあの町のちっちゃな病院だったんですけど、私のいたところが、先生曰くもうお話に来てるらしい。もう症状どうとかじゃなくてもうそういうルーティーンで来てるみたいなことを言ってたから当時、だからそんな感じなのかなと思って。クロさん姫ありがとう。そうお話し会みたいな、そう でも寂しいからね。そうなんですよ、その方がね一回ねシュークリームかなんかの差し入れをくれたりして、すごくねいいとこだった。ちゃんぽんのカップ麺、おいいね、ちゃんぽん。確かに来なくなったら心配だ、それは心配だね。日本一の駄菓子屋、え、それみほが昔行ってたとこ、去年ぐらいみほが行ってたやつ。よっちゃんイカがいい、梅虎三兄弟とよっちゃんイカと、よっちゃんイカ赤がいいな、
あとはあのさ、駄菓子屋にあるか分かんないけど、ドンキとかにあるよっちゃんイカっぽいさ、あの縦の筒のさやつの高いやつあるじゃないですか。あれのあの分厚めのイカのやつ、スイカみたいなやつと、あと何にしようかな、あとは、あとはそうだな、何がいいかな、何円までいいの、何円まで買ってくれるの、ヤングドーナツいいね、あいいな、あれはないんですか、ちょっと非公式っぽいやつ、 AKB のブロマイドみたいな、もう今時ああいうのはもうないの、駄菓子屋さんって。小学校の時めっちゃあった、それ。なんか小学校の時さ、私が小学生の時って今ほどネットのそういう通販とかも発達してなかったし、全然なんかそのネットショップとかでグッズを買うみたいな風習もそんなになかった時だったから、唯一身近で買える AKB のグッズと思ってたらめちゃめちゃ非公式だったんですよね。でも分かんないじゃん子供の時って、そういうの売ってるものだからさね、後から知ってびっくりしました。神代さん、姫ありがとう、こんにちは。何がいいかな、駄菓子、駄菓子、駄菓子、みんなの推し駄菓子は何ですか、推し菓子。元祖キムチラーメンのトン、何それ、何それ、うまい棒、うまい棒はいいね、うまい棒は最高だよ。私の推しうまい棒はコンポタも好きだけど明太味も好きですよ。おーおー、うまい棒なんか多くないですか、おー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 、うまい棒人気だな。今度お祭りで配るお菓子を大量に買いに行く。お祭りでお菓子を配るの？え？何それ羨ましい。いや私あれ行きたい。久々にあれやりたい。あの新築の家のとこでさやってるやつ。あの屋根の上からお菓子投げるやつ。お金とか投げるやつ行きたい。久々に参加したい。あれ大好き。前ね学童保育でね。小学校の時に学童いたら、近所の学童のあるとこの近所の家が、あの皆さんで来てくださいって呼びに来てくれて、みんなで学童保育の生徒でその行ったんですよ。あ餅、そう餅でも私は餅あんまり食べれないから、お菓子とかもね投げてくれるから、お菓子をねみんなでこうやってね子供たちでゲットしてた。確かに最近見ないですね。楽しかったな。確かにね、あんまりそれだっても結構前だもんな、10年ぐらい、10年以上前だよね。もう終わったの、あの風習。そう、お金とかになんかリボンがついてるお金みたいなやつ。山口はまだやってる、山口に住もうかな。新築の家ができそうなとこの近くに転々と引っ越していこうかな。あ家が建ちそうだ。仮面ライダーのカルタを投げてきた、どういうこと、どういうこと、え、あ円安だからなの、これもこれも円安だからなんですか、はあ、
こんにちは。学童大好き、学童大好きじゃないよ別に。毎日毎日毎日学校終わったら学童に行って寂しかったよ。学童の思い出しかないもん小学校。他のさクラスの子たちが今日何時に校門集合でゲームしようとか言ってのに、私はもうこうやって学童に帰っていく、友達たちと。悲しいよね、お迎え来るまで狭い部屋でお勉強してお菓子食べて、トムとジェリー見て。クロさん、スズランありがとう、セイヤンタコありがとう。あ、でも確かに友達、学年の違う友達とかはできるよ。私も参考したのね、友達ができて、その子が私に憧れてバスケ始めてくれたりとかして、そう、その参考したの子がバスケ始めたから私の妹もバスケ始めたんですよ。だからなんかつながりはできる気がするけど、うん、寂しかった。ちょっとこんにちは。そうなんですよ、なんかすごい好いてくれてて、その子が未だに連絡くれますよ。全然会ってないけど、だからさ、私その子のイメージが小学校とかで止まってるんですよ。参考下だからさ、中学校もかぶってなくってね。だから私が高校入ったらその子中学じゃないですか。でさ、全然会ってないから、もう23とかってことでしょ。怖くないですか、小学校の時に仲良くしてた子が未だに頑張ってねとか、いつもツイッターとか見てるよって言ってくれるけどさ、今会ったら23歳なんでしょ。こっちも26だけどさ、今年わあ分かんないかもね、気づかないかもね。ジェータン花束ありがとう。そう、連絡でも誕生日ぐらい、お互い誕生日の時に連絡するぐらいです。でも妹とはめちゃ合ってるっぽい。妹とその子は1個差だから合ってるっぽいけど。クロさん花束ありがとう。めっちゃ可愛いんですよ。でもその子も AKB さん好きで、AKB さん好きだったからお互い、でも学年が離れすぎてそんなに関わる機会がないっていうね。だからそんなに話したわけじゃないけど、当時ヘビーローテーションぐらいとか時好きだったよ確か。こんにちは。ライブ、ライブとかね、来てみてほしいけど、長崎から遠いよね。仕事頑張って、午後も頑張ってね。もう1時になるの、もしかして頑張れ。あ、確かに福岡のツアー、出るのかな。私は福岡のツアーに昨日、一昨日のアシキンの収録の時も、ツアーが始まりますねって話があったんだけど、でも何もさ、レッスンもまだ瀬取りも分かんなければ、メンバーがどこに出るかも分かんないから、ね、始まりますねみたいな感じのことしかねみたいな、そうなんですよねみたいな感じの、いろいろさ、取材とかでもさ、ツアー始まりますねって、そうなんですよってなって、まだ実感が湧いてない。あちこち行ってみたいな。確かに皆さんもね、メンバーによって決めたいって人もいるだろうしね。愛知行きたいよ、お父さん住んでるよ。でも
全部新潟行ったことないから新潟も行ってみたい。新潟だっていつもね、あの新潟に通ってるファンの方とかが楽しんでるのを見てるからいいなと思って。お寿司が美味しいんでしょ新潟。普通免許メンバー揃えてレース。何レースって何。私一番不利だと思うよ。私免許 STU メンバーでさ最初に取ったの私だと思うけど、一番ペーパーだから、その分超不利。却下。ダメです。マリカーでもダメ。私はスタート地点でいつもブラーブラーってなるからダメです。超苦手。最後に運転したのは2019年の12月2日です。12月2日に市役所にあの引っ越しの手続きに行った時に乗ったのが最後。その時にあの車でね、稲穂焼きっていう私の好きな長崎のねグルメがあるんだけど、稲穂焼きっていうのが中にお好み焼きが入ってるんですよ。タコとお好み焼き、たこ焼きとお好み焼き一緒にしたよみたいな回転焼きなんですけど、それを食べてあのソースをめっちゃこうこぼすっていう思い出があるよ。 P さん、鈴あん10個ありがとう。ペーパーすぎてちょっと、うん、それが最後かな。市役所に行って、ああ役所手続きって大変だって思って、うん、ね超大変。うなちゃんにはもうね乗せてもらったことありますよ。この前感動したよね。はあって、うなが運転してるわって思って、変な感じだった。プロだった、スマートだった、かっこいい。そうだってダメって言われて、でも私だからちゃんとペーパーで過ごしてる。こんにちは。ハンドル、あハンドル問題、確かに難しそう。毎日運転してる、偉いよね。だってだって集中力すっごい使うじゃん。え、ユナのタイヤ交換できるの、かっけー。そりゃかっけー。メールのうなちゃん、あれは福山のお話し会の時に撮った。福山の全身写真うなが撮ってくれたんよ。うな太郎成長を感じちゃうね。最後に運転したのは教習の時です。それはもうだいぶじゃないですか。じゃあ免許取って運転しないってことですか。え、私以上の人がいた。仲間だ。広島市内、え、でもだいぶ土地勘があるから今はここ一通だっていうのを分かればさ、だいぶいいよね。初見の土地で運転するの厳しくないですか。一通とかさ、車線とか、なんかここ左折できるのかなみたいな、なんかあるじゃないですか。これは左折のところ、これはまっすぐ左折なのか、それともまっすぐしかダメなのかみたいなのを、難しくない、ああいうの意外と。あとナビとかつけててもさ、何十メートル先右方向ですって言っても、今のところなのかその次のとこなのかわからん。どっちどっちってなって通り過ぎて、むずいむずい。そうよね、路面あると難しいよね。そう
でも福岡も難しそうやなと思う。福岡のバスの量ってえげつないからね、難しそう。普通に信号待ちと思ったらさ、普通のバス停とかありそうじゃん。待ってると思ったら全然抜かせたみたいなとかありそうだし、え、難しそう。博多とか難しそうだなって思う、ね、しかも大名とかの方、大名はあの STU のツアーがあるところらへん大名なんですけど、大名とかは信号ないのに普通に歩行者が横断してくるから、あのね、小学校じゃない、中学校の時にね、お母さんがよく AKB のショップに福岡にあったから、その時車でねこう連れてってくれてたんですよ。その時とかも歩行者の急に横断してくるやつにわーわーなってて、わー大変だ。そう、そうなんです。福岡ね、バスの量本当にすごくてね、福岡屋台行ってみたいな。夜 YouTube とかでね出てくるんですよ、おすすめで。福岡の屋台食べ歩きみたいなのとか出てくる。すごい。でもそういうのをね見たら、なんか隣の知らないお客さんとかと喋ってたりするの。だから私絶対無理だと思って、あ、はいみたいなのしか多分言えないから。だってさ怖いじゃん、警戒心強めで行くからね。せいやん、花束ありがとう。しんちさん、すずらんありがとう。焼きラーメン美味しそう、美味しそう。私は最近工藤理子ちゃんのブログで福岡旅をした気分になってます。見ましたか、見たかな、みんな。焼き鳥とか、福岡の焼き鳥は鳥皮だよって、キャベツが出てくるよって、キャベツあの食べるのを間違ったよみたいな書いてた。でも私も最初分かんなかったです。福岡さ、焼き鳥屋さん行ったらキャベツ出てくるけど、あのお口直しとかで食べるキャベツだけど、もうサラダ感覚で食べちゃうじゃん、ち肉が来るまでの時間に。プーさんありがとう、スタンプありがとう。頑張ってね、お仕事。そう、超人見知り。仕事戻るね、頑張る。頑張るじゃない、頑張って、声ラジ頑張ってね、ありがとう。でも月曜日なの、頑張るね。今日は金曜日なの。ミキヤくん、小判ありがとう。焼き豚足、焼き豚足、いいね。キャベツ。会社説明会、わお。眠くならないようにしてね。なんかお昼のこの時間で眠くなりませんね、集中力どうこうとかじゃなくてさ、食べた後って眠くなるよね。ゆきさん、お断りです。キャベツ有料、え、キャベツ有料だった。私ね、この前どっか行った時にさ、ソルハさんとご飯行った時にさ、ご飯の8割はカフェか焼き鳥なんですけど、キャベツ有料だったね。かっけえね、会社説明会。私も言いたい、そろそろ会社説明会なので配信ありますとか言いたい。でも言えない、違うから。かっけー、説明会。私もなんか説明会してほしい。何？なんかしてよ、みんな説明会。みんないなくなっちゃうの？1時だから。シンデレラだもんね、みんな。
頑張ってね。現実の世界に戻っても元気でいてね。私塩派、塩派です。焼き鳥超塩派。でもつくねだけはタレにしてるけど塩派。一味めっちゃかけちゃいたいけど我慢してる派。プーさん回復薬ありがとう。え、私そう3期のオーディションがあったらあのセミナーとか出たいですっていうのを2期生のオーディションの時から言ってるんですよ。2期のオーディション受かって STU に入りますって時にあの親と一緒に広島に来てあのそういう契約とかのあれで来たんですけど、その時にやりたいことリストを紙に書いて渡したんですね。こんなことを頑張りたいですみたいなのを書いたよ。長崎でお仕事がしたいとか、なんか公演にいっぱい出たいですとか、アイドルが本当に好きでみたいな、劇場公演が好きで48グループが好きでとか書いて、それに書いとったんよ。セミナーがあったらあの出たいですって。でも今回なかったんですよ、3期の時セミナーっていうものが。そもそもだから4期であったら4期いつ来る。まだよ絶対。だってね、私もセミナー参加したことあるんですけど、なんかセミナーにいた時にやっぱさ、オーディションに落ちたことがある人じゃないとわからないことってあるじゃないですか。でなんかすごい傷つくことが結構あって、言葉とかで今回無理でもまた挑戦したらいいと思いますよみたいなことを普通に言うんです。でも年齢制限とかそういうものがあったりする中で、これを本気でここで受かりたいと思ってセミナーに来てるのに次のことを言われてもってすごい悲しくなっちゃったことがあったので、そういうなんかことを言わないセミナーにしたい、ここでこのグループに入りたくて来てるのにってなって。そう、ピさんハートありがとう。そうなんですよ、諦めないでください、諦めなければ夢は叶いますみたいな。いや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 、保証はないって。だってね、叶うと限らないじゃないですか、無責任じゃないですかね。え、そうない。こんにちは。そうなの、次がすぐさ、もう毎日オーディションがあってるなら、じゃあまた明日受けようってなるかもだけど、そんな頻繁にもないし、ね、あ、そう、お祈りメールみたいな、そうお祈りメール的なことを、そうなの、そうない。でもオーディションって書類審査の時はないんですよ、そういう落ちましたとかが。だからお披露目されたメンバーを見て、あ、自分落ちたんだなって思うしかないので、そう、お祈りメールあるだけマシみたいなとこあるけどね。西さんありがとう。フェリスさん誰もありがとう。ちなみに私は STU のセミナーは参加してないので参加できなかったから、 STU のセミナー参加したことないけど、どんな感じだったんだろう。うなちゃんとか言ってましたよ、 STU 号でセミナーがあったみたいで。私はね行ってない、行けばよかったなと思ったけど、受かってからね。でも多分ああいうのってメンバーとかに会いたいっていうので行く方ももしかしたらいるかもしれない。でもそれで、あ、入りたいなみたいな思う人もいるかもだし、それも一つの入る理由ですよね。仕事頑張って、ファイト。一緒に働きたいと言われたのにお祈りされたことあります。それは理想と現実
すごい。働きたいのに違ったってこと？そんな思わせぶりだ。よくないぞ思わせぶりは。確かにみんなもセミナー受けてみたらどうですか？なんかセミナー、オーディションセミナー体験会みたいな、ファンの方向けの。だってどんなことしてるか気に。すいません、さっきご報告タイムでした。楽しそうね、そういうセミナー。なんかね、私が行ったことあるセミナーはドキュメンタリー映像みたいなやつを見ました。ライブの裏側みたいなのとか、いろいろ見たりしてすごいなと思った。ドキュメンタリー見るの楽しいよね。普段見れないものを見れるから、まあ、今私はそういうの見れる側だけどさ、他のグループさんとかのやつ見るの好きですよ。あ、なんかね、3期生の中に沖チャンネル、沖チャンネルのオーディションのやつを見て入ったって人いたんですよね、確か。そう、あれね、パセリのエピソードも登場してるから、なんかちょっと私も嬉しくなった。私は紙芝居をしたいよ。確かに今見たら、今ドキュメンタリーとか見たら、あの頃の気持ちとはまた違う気持ちになる気がするね。心がちょっとしんどくなるかもしれない。ふーって。オキチル、でも私オキチルドレンじゃないって言われたから、本人に子供じゃないって言われたから、チルドレンではないよって言われましたので、残念、悲しい。確かに3期生のやつ見たい。3期生のオーディション映像見たい、気になる。あのね、今3期生のブログが始まったんよ、リレーブログなんですけど。で、あのお嬢って呼ばれてるソラハさんとリコチの例にいた壁島ちゃんがお嬢って呼ばれたよね、2人に、リコちゃんとソラハさんから。なんでお嬢って呼んでるんやろうって思ったら、ブログ見て納得しました。もう大納得。もうすごいの、おしゃれだったんです。でこの前マネージャーさんに、高崎彩子の収録の時に3期生どんな子ですかっていうのをこう教えてもらったりしたんですけど、その時ももう本当にお嬢って言ってた。そう、アフタヌーンティーとか行くら超おしゃれ、ね、言葉遣いとかもなんかすごく丁寧って聞きました。そう、東京の子です。他の子も言ってた。背景全面お花だったよ。すごいな、ヤンクミ。確かにヤンクミもお嬢様だね、確かに。拝見しておりますって言ってた。でも STU メンバーね、結構みんなお嬢様ってイメージ。私ごきげんようとかやったことない。ごきげんようを私が聞いたのはライオンのごきげんようぐらいかなって思います。サイコロをね振ってね、トークテーマ決めてね、当たりが出たらライオンの製品もらってね。言わないよ私は。そう、何が出るかな。懐かしい。超平成トークしちゃった。本当だ、この時間だった。確かにこの時間でしたね。やばい、ちょうど。
え、なっちゃんの、なっちゃんのはなんかそう、この前もメンバーとね話しててなっちゃんはお庭、お家のお庭から配信してたって言って、そのお庭がゴルフできたりするらしくて、ドッグランもできるらしい。すごい、私もそこでウォーキングしようかな。ピーさん、うまありがとう。ね、すごいですよね、あの番組だってさ、絶対面白いじゃん、話の内容が。すごいよね、だってね、緊張して喋れなくなりそう、用意しとってもさ、話すこと忘れちゃいそう。そうなんや。でも私もその配信見てなかったから、メンバーが言っててびっくりした。ごきげんよう、2015年終了、8年前ってこと？おー、でも結構最近に感じますね、そう言われたら。もっとね前かと思った。いいともはいつまでですか？いいとも、いつまで？ 2014？ じゃあそんな変わんないのか。9年前か。結構最近に感じる、9年前。多分ノアピとかからしたら9年前とか超大昔なんだろうけどね。へえ、カラオケ部屋すごい。私自分の部屋すらなかったけど、恥ずかしい、恥ずかしいね。物置で配信してたとか、ちょっと恥ずかしくない？ごきげんよう2016年まで、ええ、最近じゃないですか、7年前。ゴルフ、え、ゴルフ、ゴルフみんなもハマってますか？ハマったことありますか？どういう時にさ、ゴルフの面白さに気づいたの？それ昨日ソルハさんと喋っとったよね、ゴルフ、ゴルフのね、S2 のメンバーでもゴルフとかするメンバーいるじゃないですか。だからいつ気づくんだろうって、その良さというか。ゴルフ、ペンライト、ペンライト振るの、それもありだよね、趣味として。オタ活するためにゴルフには手を出してないね。ねえ、なんで両立できないから。あ、散歩できる、あ、おお、いいですね。ストレス発散、おお、私もいつかハマるかな。基本カートで移動、あ、そうなの。え、じゃあ私だけ歩いてもいいってこと？私さ、中学校の時もさ、夏休みとかに部活終わってみんな自転車とかなんだけど、私だけね、自転車があのプラスチックのカゴみたいな、わかるかな、黄色とかなんか蛍光色のプラスチックのカゴのさ、子供が乗る自転車あるじゃないですか。みんながなんか結構大人な、中学校でそんなさ、なんか入れ替わりの時期じゃん、子供用自転車とそのおしゃれ自転車の入れ替わりの時期で、私はプラスチックのやつしかなかったから、恥ずかしかったから、私走っていくわって言って、友達とかがあの自転車で行ってんのに、私だけその後ろこうやってランニングでついてってて、今思ったらめちゃめちゃ恥ずかしいけど懐かしくなった。おもろすぎる、足腰丈夫すぎ。
え、おもろいよね。何のエピソードですかこれ。多分そんなこのエピソード話せるメンバーいないと思うから、ちょっとレアだと思います。おもろエピ、私もうご機嫌読んでたらこれ話そうかな。どういうトークテーマでこれ話せるかな。情けない話とかかな。アクエリの炭酸、知らない、初めて聞いた。本当よ、あるの。ちょっと頑張るね今度。ご機嫌よう出ることがあったら復活して、それかマイカーとか。え、マイカーでね、私24時間配信とかしたいんですよ。楽しそうじゃないですか、マイカーの24時間。まず昼間はとにかくスポーツして動く、それをただ定点で撮って配信するので、夜はあのコンプラコンプラトーク会みたいな。おきさん、りこちゃん、ゆみりんさん、パセ、あの赤ちゃん組、ココアさんとかソラハさんとかウナウナとかノアピの赤ちゃん組はもう寝てください。その時間に睡眠をとってもらって、で朝早起きしてもらって、その赤ちゃん組でラジオ体操とかしてもらって。肝試しいいね。マイカーやったら楽しいと思うよ絶対に。やってください。起きの湯ないです。起きの湯なし。寝かしつけ配信、あ、お腹ポンポンとかしますか。絶対かわいい、子供じゃないけとか言いそうですね。すっごい反抗の声、19歳だからね。ソルハさんあと2ヶ月ぐらいで成人メンバーだから20歳。一応成人はしてるって言ってるけど、いつも18歳超えてるから成人してるって。20歳だってやばいよね。ココアさんも今年20歳ですよ。うなちゃんも3人急に20歳になるの、やばいよね。赤ちゃんだよ。あ、バーベキュー、バーベキュー検定、え、懐かしい。 STU メンバーが持っている、 STU メンバーは船の免許かバーベキュー検定かを大体のメンバーが取ってますね。私は持ってないけど、取らなかったけど。え、ココアさんラジオ決まったの。今日も朝からジップしてた、えらい早起き。そうなんよ、もう赤ちゃんではないけど赤ちゃん扱いしちゃう。こんにちは皆さん、どうも。私検定はアイスの検定欲しいです。アイスマニアみたいなのあったら欲しいのと、運転は持ってるけどなんかもうちょっと珍しいやつとか欲しい。人生に生かせる検定が欲しい、生きる上で必要な知識が欲しい。私多分急に野宿してくださいって言われたら何もできないので、ただ寝っ転がってぼーってすることぐらいしかできないので、そういう時に役立つような検定とか欲しい。です。無人島に行っても生きていけるような、え、無人島でマイカどう？やばいか。え、でもユナヤナがいれば大丈夫。釣りもできるし、何でもできるよ。ユナヤナ。ユナヤナしか働かないかもしれない。ごめん。楽しそう。え、楽しそう。
テレビがなくても工藤莉子と空葉さんがいればなんとかなるでしょう。私は何担当しようかな。メンバーのメンタルケア担当とかでもよければ。ダメですか。ユナは何でもできるんですよ。すごいよね。あー確かに虫問題。バーベキューでも食材足りなさそうよね。マイカーやったら。私何やろうか。水のろ過でもしようか。黙々とろ過装置でも作ろうか。石集めてこうやって。どう、あれどんぐらいガチでしてるんだろう。テレビとかの無人島生活って。テントは OK。 虫をガムテープで取る係。それさ、天井に出た大量のアリを退治した私のお母さんの実話じゃないですか。ゼータンバラありがとう。あれお仕事、みんなお昼休み終わってない？もしかしてパスが配信してるから付き合ってくれてます？そろそろ終わろうかな。また夜も配信するよ。サボり中なの？おサボり中？ダメなんだ、ダメなんだぞ。お休みなの？バーン。これ今日も見てください。ヤンマガウェブ、もう1ヶ月経とうとしてますね。まだ半月か、ちょっと思ってしまった半月経とうとしてますね。もう私今6月の気分だった。まだでした。パスタ、今日パスタ食べてる人多いな。パスタ、あと中華パスタかっこラーメン含む。パスタ勢多いね。今日パスタの日かなんかなの？なんで金曜日パスタ食べる風習があるんですか？そういうことでもない。冷やし中華やっぱ麺類いいよね。麺は食べやすい。いいっすな。カレーもさっきいたね。わあ。もやしのソース和え、何ソースかによりますね。おたふく、パス何食べよう。お昼ちょっと決めてない。何がいいと思いますか？ちなみに明日と明後日お話し会でお弁当が昼夜あるので、なるべく今日は抑えめにしておきたい気持ちはあるけど、どうですか？豆腐あ、そばいいね。鶏肉、岡山のドーナツもう揚げちゃったよ。揚げちまったわ。お土産に買ったドーナツはプレゼントしちゃった。どうしよう。雪帽子。歩いてさ行くの暑いよ今日。もうなんか家から出たくなくなっちゃった。でも今日用事を2個済ませんといけん。いやでももう暑いからな、外出たら太陽にやられてしまうわ。わー、大戸屋、大木さん大戸屋大好きやん。私もこの前大木さんとさ大戸屋大戸屋の CM 狙ってる。私はその時はネバネバ丼食べた。納豆とオクラといろいろ入ってました。オート屋、私の初オート屋だった。初オート屋ネバネバ丼でした。先月、あれ先月ですか、私がちいかわのカフェ行ったやつ先月かな。
広島16時から曇り。なんか今日さ曇り予報だったのに思ったより晴れててびっくりしてます。気まぐれだね。丸亀シェイクのうどん。福井団。何それ、何それ、福井団、何それ。ロケット団の2人には、ロケット団の仲間、武蔵小次郎、そうなんす。もうちょい前、嘘、3月だった、4月だった、あれいつですか、私が、あれちいかわいつ、3月、3月にいたっけ、覚えてない。福井団すごいじゃん。福井団いいね。黒さん回復薬ありがとう。お昼は味噌ラーメンとおにぎり、いいですね。今日味噌ラーメン2人目かもしれん。味噌ラーメン、今日麺類多い、なんで、どうして、私も食べたくなった。羨ましい。こんにちは。じゃあそろそろ本当に終わろうと思います。また夜もします。麺、4月14日、あれ最近じゃん、全然6周年終わったぐらいってこと。あ、そうだ、6周年終わったぐらいだ、そうです。またね、見てくれてありがとう。お昼の時間にお仕事サボってる方も見てくれてありがとう。ちゃんとこの後はサボらずに頑張ってね。ありがとう。それではそれでは頑張ります。私も太陽に負けずに頑張ります。壇上いきます。13位、デリシャススティックさん。え、何デリシャススティック、え、デリシャスティックだった、何デリシャスティックって、すごいいい響きじゃない、声ガサガサだったけど。12位、山崎さん。11位、石川先輩。10位、ピさん。9位、ヨピタン。8位、ゼータン。7位、フェリスさん。6位、クアドリさん。5位、狭間健二さん。4位、しんちゃんさん。3位、浦部さん。2位、ジュノラゴさん。1位、プーさん。ありがとうございます。あ、うまい棒って方か。あ、なんか聞いたことあるなと思ったんよ。悔しい、気づけなかった。またボケに気づけなかった、悔しい、悔しいよ。またね、今日も元気で頑張ろうね。バイバーイ。